はい、こんにちは、村尾さとしです。今回はですね、教材の力第2弾、作文教材を紹介します。はい、作文指導といえばですね、私の得意とするところなんですけども、そんな私が1と2とこの2つの大きな作文教材を販売しています。今回はこの2つの教材を紹介したいと思います。この教材を説明する前にですね、作文指導の基本について説明しますね。作文指導というのは、いろんな教え方あるんですけども、結局は子どもたちに作文が書けるようにならないと指導した意味がないわけじゃないですか。ですから私は3つのステップで作文が書けるようにしてきました。まず最初は試写です。試写というのは例文がありますね。その例文をただ写すだけです。ただ写すときに、この文章はこういう構成になってるんだよ、例えば説明文であればね、話題提示があって、問題提起があって、そして理由が3つぐらい来て、最後にまとめが来るという、そういう形になってるんだよということをですね、教材を読みながら教えて、そして試写させて習得させるというのが第一ステップです。そして第2ステップが修正ですね。その第1ステップで教わった作文の型がありますね。その型に従ってちょっとね、形の違っている文章を修正する、それが第2ステップになります。つまり第1ステップの試写で文章の構成を捉えた、それを今度は違った文を見ながら直すというのが2つ目のステップになります。そしてステップ3ですね。第1ステップ、第2ステップで教わった型をそのまま使って、今まで出てこなかった題材テーマで作文を書いてみる、自分で実際に書くという実作というレベルですね。この3つのレベルで、多くの子はね、それで作文が書けるようになっちゃうんですよ。あとは習熟段階ですね。私の場合はですね、1週間か2週間ぐらい宿題あるいは授業で題材テーマは違うけども文章の型は同じで書かせていく、そうすることによってですね、教えようとした文章の型を習得することができるんですね。そういう方針で1も2もできています。ですから試写から入って修正して、そして最後自分で書いていくというパターンになっています。そんな私がですね、教師生活、長い教師生活の中で把握してきた作文の指導ステップに基づいて、どちらも作られているワークシートです。ただですね、方針が違います。何かというと、1番ですね、まず小学校6年間で学ぶ全ての作文ジャンル指導ワークシート集、これはですね、授業指導原集というのがついています。なんて言葉で指導原を言っていけばいいかということをね、一覧表にしてあるものがついています。でしかもね、6年間全体のものと、あと高学年、中学年、低学年と、それぞれ分けて4つに分けて販売しています。そして2番の方はですね、教科書作文単元2時間で攻略ワークシート集です。これは完全に今の教科書に合わせて作ってあります。三つ村版の教科書ですね。これに出てくる作文の単元がありますよね、各。で、その作文の単元とほぼ同じ内容を扱っているんですよ。こちらのワークシートを使ってその単元で授業していけばですね、2時間で終わるという内容です。ちなみに上もね、2時間程度で終わるんですよね。なんでかというと、普通作文って最初に取材して、その後構成して、それから作文書かせますよね。その後推敲があって、その後その作文をみんなに広げるというような活動が入るんですけども、基本的にはですね、最初の取材と構成ですね、それについてはもうこちらのワークシートで指定しちゃってるんですよ。ですからもう実は書くところから始まるというスタイルになってますので、2時間程度で終わるという内容になっています。そうするとですね、作文の単元って10時間程度ありますから、残った時間を使って習熟させることができるんですね。今の国語の教科書ってね、あんまり習熟の概念がないんですよ。ですから1回書いて、はい、よくできましたで終わっちゃうんですけど、それ以降そういう作文書かないので、もう忘れちゃうんですね、書き方をね。ですからこのワークシートを使うことによって、早く作文の技術を身につけ、そしてそれを習熟するための時間を浮かせて、その浮いた時間でね、どんどん習熟していけばいいようになってますので、ぜひこの2つのワークシートを使っていただけるといいなと思います。2番の方はですね、これは三つ村版の今の教科書に対応しています。今三つ村の教科書に出ている全ての作文単元に対応している形で作ってあるんですね。ただね、1番はちょっと違うんですよ。そうじゃなくて、指導要領に基づいて作られています。低中高全体となってますが、低学年で何を学ばせる、中学年何を学ばせる、高学年何を学ばせるかということがですね、全部指導要領から引っ張ってあります。ですからちょっと一つ例を言うと、指導要領を見るとですね、報告文というのは低と中に出てくるんですね。で、高学年で報告文という形で指導要領に出てこないんですけども、ただ教科書によってはね、また報告文を5年生6年生持ってきている場合があるんですよ。そういう場合はですね、高学年であっても中学年に出ている報告文を使って指導してもらうような形になると思うんですけども、多少ですね、こちらの方は教科書よりは指導要領に沿って作ってあるという内容になっています。じゃあちょっと簡単にね、解説しますね。どちらも同じようなワークシートですので、1番を
元にやっています。まずね、こんな形で試写ワークがあります。これをね、左側の例文を右側に移すという作業ですね。まあ、その前に上のところに、いろいろこの文章構成が書いてあるので、これについてやり取りをしてから下を移させるという内容になってますね。はい、そして2枚目は修正のワークシートです。例文が途中まで書いてあって、それを移してその続きを書いていくパターンと、例文がこうバラバラに示されていて、それをステップ1の例文に合わせて並び替えて修正して書き直すという、まあ2つのパターンがあるんですけどね。いずれにしてもですね、ステップ1の試写に出てくる文を元にしてバラバラになった文を戻したり、あるいは途中までの文を最後まで完成させたりするのがステップ2、修正というステップになります。はい、そして最後にいよいよテーマは示されるんですけども、内容は自分で考えて書いていくという、まあその3つのステップになっています。というわけでですね、1は指導要領がまた変わるまではこれ使えるんですね。ただ2番はですね、おそらく教科書は来年度指導要領は変わりませんけどね、教科書が変わるんですよ。でその時に教科書の作文単元三つ村のがね、どうなるかによってこの教材を残すか、あるいは修正する必要があるかっていうところですね。ただ今今年いっぱいはもうこれで全部使えますので、教科書に合わせて作文指導したい方は2番がおすすめですね。もしくはもう教科書関係なくどんどん作文の技術を教えていきたいとなれば、1番のワークシートがお得だと思います。基本的にはね、どちらも同じような流れで指導するようになっています。ただですね、1番の方が少し新しい教材になってますから、まあ多少ね、新しい私の知見も入っていますので、1か2かよく考えてね、ご購入ください。はい、以上になります。はい、それとですね、私のホームページ1万人達成記念のイベントの最後のイベントですね、第14回村野聡ウィンターライブのリバイバルを今週の金土日と行います。でその申し込みはですね、こちらです。はい、こちらからお申し込みくださいね。数十ページもあるような資料がついて、そして全ての授業のコンテンツですね、全て今回授業が中心ですので、授業のコンテンツをプレゼントする形で皆さんにお渡しする予定でいますので、よろしかったらね、お求めください。というわけで、ね、今回は教材の力の第2弾作文編についてお伝えしました。はい、小学校6年間で学ぶ全ての作文ジャンル指導ワーク集、これは授業指導研修付きです。そしてこちらが教科書作文単元2時間で攻略ワークシート集、これは三村版の教科書に対応したものです。はい、というわけでね、ぜひお求めください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。